私は再びですね、新大宮バイパスやってまいりました。何かですね、荒れてますよね、この国道が。これがですね、アメリカでした。トランプ支持派が住んでるんでしょうね。ここは日本です。今日は再び私はですね、こちらクイックモーションさん、このね、荒れたですね街道沿いにある車屋さんなりにもかかわらず、ちゃんとですね、整備工場まであると。私はですね、以前来た時にここには悪い人しかいないのかと思っていたんですが、そうじゃなくて、いい人もですね、幸せをつかもうとしてるんですよ。行ってみたいと思います。今日の車ですね、あちら見てください、このブルー、わかるかな、今ちょうどね、太陽が来る、ほら、これが光ってるんですよ、これが。ボーリングの球みたいな、ソープのスケベイスみたいな感じのこんな感じのスケベイスがあったんですよ。お世話になりましたこの車を私大好きで、もちろん今のもいいんですけども、私実はですね、初代のあのユーノスロードスターの赤を乗っていたんですよ。あれもね、すごく良かったんですけども、多分これ3代目なのかな、これが。で、今のが4代目だと思うんですけども、これがどうも私はね、気になって好きなんですよ。ほらほら、ホイール、ほら、これけんのまた光具合、このヌメってさ、あの今のやつはですね、もう最近のね、マツダのですね、デザイナーで、ね、一緒になってですね、ファミリーフェイスしてるんですけども、これなんかいいでしょ、優しい感じがして。今はちょっとかっこよすぎます。これはまだね、なんかちょっとあったかい感じがする。いいでしょ、なんかホットな感じがして。ほら、そしてほら、この辺、この後ろのテールのこの辺、この辺もなんかちょっとね、丸っこい感じがして、今のかっこよくなってるんですけど、この辺も好きなんですよ。それではですね、お呼びしたいと思います、高野さん。はい、どうですか、同棲してるまだその話、彼のちゃんとは幸せになってますかまあ、ぼっちぼっちですね。そう、ちょっとこれ、高野さん、はい、紹介してください。これ紹介してください。はい、これは何年もですか。これ2006年。2006年、はい。今から15年、15年前ですね。そうですね、はい。むちゃくちゃ綺麗じゃない。塗装すごい綺麗です。すごいよね、はい。クリアが浮いちゃって、剥げちゃってるのとかが、うん、結構多いですけど、うん、これは一切そういうのがないので、屋根も開けてみてもらえればあるんですけど、はい、一切ないので。なんかあとね、ほら、なんか石ころが立ったとかさ、飛び石ですね。飛び石みたいなのもあんまりないですよね、はい。そうですね、これはさっきと違うとほぼノーマルなんですけど、はい、まあ、車庫帳は入ってます。あ、車庫帳、車庫帳好きですね、やっぱりこのセクサーは。いや、まあ、うちが好き。ちょっとこれ落としてるってこと。そうですね、はい。まあ、でもあんま下がってないですよ。そうですよね、はい、全然なんかさ、見た目いい感じですよね。そうですね、なんか60歳ぐらいの方がこれ夫婦でね、乗ってるとなんかエレガントな感じがしますよね。そうですね、この色が僕実は一番好きな色です。なんかちょっとですね、シートがちょっとやれた感じがしますね。まあ、そうですね、はい。まあ、多少使用感が、これ使用感ちょっとありますね、はい。これは走行どれぐらいですか。これ走行9万ちょっとです。9万円。ちょっとエンジンかけていいですか。はい。これはノーマルのマフラーだ。そうですね、はい。おお、あ、もうこれも全然ね、そのままですかね。シートも普通になんかへたりがあんまりない。それこそね、10万近く乗ってるとへたってくるんですけども、全然そんなことも感じない。なんかあれですよね、あのコペンとかこういう車、オープンってやっぱしなんていうかな、15年ぐらい経つとなんか逆に味が出てくるというか、なんかいい感じだよね。これなんか問題点ありますか。なんかいや、特にないです。ないですか、はい。ちょっとこれ傷があるのか。ナビちょっと、そうですね、線入っちゃった。まだ修理に出しで、うん、パネル交換とかってなると思うんですけど、でももうそれナビが多分そんないくらもするナビじゃないので、それが嫌だって言われるんだったら、ね、ナビごと変えちゃった方がっていう話に多分なる。ああ、なるほど。それとね、もうちょっと分かんないですけど、これ本当に綺麗だから、シートだけちょっと汚れた感じがするんで、例えばね、こういうとこありましたよね、高野さん、はい。こういうのって、はい、リペアっていうか、あまりお金かけないで、はい、これぐらい直すっていうのはできるもんなんですか。まあ、うちもお願いしてるところがあるんで、うん、まあ、そこにちょっと聞いてみてっていう感じ。だってこれで
どうちょっと聞いてみないと分かんないです。4、5万でできるんですか。あ、まあそれぐらいあれば足りるんじゃないですか。ね、3万からぐらいあれば足りるとは思いますけど。ここでちょっと気になるもんね。まあでもこっちやってこっちもです。まあ、そうだね。こっちも若干黒くなったりはしてるんで。そうだね。まあその辺どうするのかっていう話とか。ね、全部借りてもらって、ね、何十万もしちゃうからね。まあそう。これいいんだよな。そうです、ね、これ全然あれですか。この車なんか上品でいいね。そうです、うん、まあ、このサイズで2000あるんで、うん、走っても全然これは気持ちいいよね。そうですね、スピード出ますよ。いやもうこんなボディでね2000あるから。これは早く、いやレギュラーだったと思います。早くできますか、はい、あ、そうですか、多分。あ、いや調べます、今調べます、ほら見てください、今調べてますよ。ああ借りの彼氏働いてるよ。廃屋です、ね、指定は廃屋です。失礼しました、すいません。廃屋です。はい、あ、それでちょっと後ろ、あ、そうか、後ろはトランクは見れるの。トランク開けますね。開けてください。あ、結構入るね。十分じゃないですか。そうですね。これ何、これはタンク修理キットだと思います。あ、これ、はい、そうか、あれは何でしょ、これ。そうですね、修理キット、スペアタイヤ、タンク修理キット。そういうのって使えるの。もちろん。あ、使えるんだ。はい、賞味期限っていうかさ、使用期限、これ使用期限、賞味期限ってことないですよね。食べるわけじゃないですか。普通に掃除すれば綺麗になるからね。意外となんか綺麗にしてないね。ダメじゃん。何よそれ。え、ちゃんと納車前にもう一回掃除はします。そうだよ、それはそうだよ、もちろん、もちろんそれは。どのぐらい前からあったの。どのぐらい前、うん、まあちょっと在庫は長い。在庫長かったんです。ちょっと長い、長かったんですよ。だからね、今日ね、値段期待できるんですよ。そうですよね。いや、さあ皆さん一緒に出てね、秒数を数えますからね、いいですか。いきます。1、2、3、4、5、6、7、8、9、10、大体10秒ですね。ねえ、大体10秒なんですね。だからこれってすごいな。もうこれをつけるとほらソフトタップじゃないから全然問題ない。そして今10秒だから信号待ちでちょっと雨降ってきたなとか来たらすぐこれですもんね。便利だよな。また閉めた後もかっこいいんだよ、これが。どういうわけか、最高でしょ。この悪いとこないこの車はですね、このですね、クイックモーションさんにちょっとですね長居してるんですよ。そうだね。そうですね。だからクイックモーションさんとしては売りたいです。でさらにね、これからもね、5月、6月、そして夏、秋と、もうまさにオープンカーのシーズンですよね。最高ですよ。買ってあげてよ。オートバイよりマニュアルの方が当然人気あって。そうですね。ああ、また運転していい？あ、どうぞ。いい？じゃあ行ってきます。はい。はい、うわあ、いいね。軽い。さすがロードスター。今日はもう天気がいいからオープンカー日和だね。着地位置が低いね。低いですね。うん、低い。新大宮バイパスにはオープンカーが似合いますね。ね。悪くても6速なんかなかなか使いこなせないね。もうでも気持ちいいね。うん、これからの季節にいい。いや本当そうだよね。出ました、クイックモーション。なんだクイックモーションって。いやいやいや、もう普通にいいですね。もうカジュアルで全く問題ないですね。こっから10年、
楽に乗れるじゃない。10年乗っているとさらにこういう車って輝きますよね。まあ僕が乗ってるビートなんかもそうなんですけどね、もう本当30年乗っていたら全然輝いてるでしょ。正直言って今みんなまだね、このロードスターの3代目ってのはそんなにね注目してないんですけども、大好きです私は。かっこいい。さあこれ、ね、見てください。よかったですか。靴流通センターありますよ。略して靴流。コマーシャルやらせていただいてました。そうそうそう、ありがとうございました。そうなんですよ。そうだ、はい、いよいよですね、はい、この車みんなの発表してきました。これは発表するときですか。はい、赤字になっています。あ、そうなの。もうこれ赤字覚悟ってこと。そうです。え、ということこれ元々いくらで出してるの。元々89円ぐらい。89万円出していた。それ下げてる。今はもう89万円じゃない。今はじゃない。今はつまりおいくら。79万円。79万円です。今だから10万円下げたんだ。そうですね。なんで。いやまだちょっと長かった。長かった。居候してるよ、それ。はい、居候。部長買いました。無理してないで。話聞きましたよ。はい、もう1年近くあるんでしょ。はい、在庫として。それで89万また9000円つけてたんでしょ。はい、で79万9000円にしてると、はいはい、いうところは来ました。はい、このままですとまた1年ここにいらしていけないんですよ、この車。かわいそうじゃないですか。いくらになるでしょうか。73万いいじゃないですか。ということでね、この2006年のね3代目ロードスター73万円でどうでしたか皆さん。テリー東のお笑いバックドロップ登録お願いします。よろしく。